野々村誠の広島魅力発見。今週は僕が平和の夕べコンサートを調査します。広島市は町の至る所で音楽のあふれる町づくりを目指し、さまざまな音楽イベントを開催していて、平和の夕べコンサートもその取り組みの一環です。広島市文化振興課の穴水さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回のこの平和の夕べコンサートはどんなイベントなんでしょうか。はい、花や緑で彩られた会場で原爆犠牲者の慰霊と世界恒久平和実現への祈りを込めて奏でられるオーケストラ演奏を聴き、平和への思いを共有するイベントです。今年の平和の夕べコンサートは広島交響楽団の演奏に加え、世界的ピアニストネルソン・フレイレ氏が出演し、広島への思いを乗せて演奏します。ではここでクエスチョン。平和の夕べコンサートでは来場者も参加できるコーナーがあるのですが、それは次のうちどれでしょうか。1、パイプオルガンを演奏するコーナー。2、折り鶴を折るコーナー。3、青霧を植えるコーナー。答えの前にこちらをどうぞ。広域都市圏イベント情報。けん玉発祥の地廿日市市で毎年開催されているけん玉ワールドカップ廿日市、昨年は初めて日本人が優勝しました。世界トップレベルのけん玉の技をぜひ会場でご覧ください。それでは穴水さん、正解をお願いします。はい、来場いただいた方が参加できるコーナーは折り鶴を折るコーナーです。平和の夕べコンサートでは毎年来場者の皆さんに折り鶴を折っていただき、8月6日の平和記念式典にその折り鶴を持って行っています。他にも去年は花の写真に平和へのメッセージを寄せ書きして一つのアートを作り上げました。一つ一つ平和への思いを込めて、もう広島ならではのイベントですよね。ということで正解は2の折り鶴を折るコーナーが正解でした。コンサートに出演される広島交響楽団のクラムションです。よろしくお願いいたします。倉持さん、今年の見どころはどんなところでしょうか、教えてください。はい、今年は秋山和義さんを指揮者に、ピアノ演奏にネルソン・フレイレさんを招き、ブラームスの交響曲協奏曲を演奏します。平和への祈りを込めた演奏、ぜひお聴きください。非常に楽しみですね。倉持さんのまたホルンが本当に楽しみです、はい、ありがとうございます。平和の夕べコンサートは8月5日に広島文化学園 HBG ホールで開催されます。お問い合わせは広島交響楽団事務局まで。ザ・広島ブランド認定特産品の中からみかん工房チルド広島流お好み焼きを抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は広島港夢花火大会を調査します。